しないや、そう、でちなみにさ、前回の土地社から質問をもらってて、あー出た出た、そうやってな、はいはい、あの前回の土地社がマリンなんだけど、保証マリン、はい、二次三次ライバーで抱きたいランキング3人なんで二次三次ライバーで抱きたいランキング3人うん僕生殖機能ないんだけど。じゃあまあ一緒に寝るでもいいよ。抱きたいっていうのは性行為的な意味で言ってるの？まあ多分性行為的な意味だね。いやちょっと考えるか。お、考えよう。抱くって入れる側ってこと？そこは自分精神的な問題だからさ。別に誰も抱きたくないな、今見てるけど。悲しい。わらは入らないんだ。なんか気まずいだろなんか、どうするみたいな感じになるじゃん。じゃあ、みたいな出したら後で怒られないかな。どうするのこれ。3人うん、まちょっと見てみようかなって思うのは、うん、ドレイクでしょ。おお。いや、エルフもありだな。アイルフってみんながゴリラの方。ゴリラの方か。うん。うん、いやーちょっとスコップ男か。おお。どっかの雑貨屋で働いてる女。周りにブルーベリーが。ああ。ちょっと気になるかな。なんか面白いな回答が。次の質問考えた方がいいんだけど。あ、考えて。もらおう。じゃあ、うん、2、3で抱かれたいランキング3位で。ではではなおい、ヤッホーゆいか。おつゆいかと台湾で話す機会ないからかけちゃおうと思ってあとさ、ちょっと実はあの前の弟者から質問をもらってて。なんだろう、お前誰？デビー。あ、うわあの怖っ。二次三次ライバーで抱かれるなら誰がいい？3人あげてくれ。最悪だよ。 3?3? 抱くはあれですよね、抱きしめるという観点ですよね。あ、まあ抱きしめるから解釈は自由だからね。おー、うん、そうかそうか、うん、え、ちょっと見よ二次三次ちょっと私ガチで考えるか。体つき的にはギルザレンありっすね、これ。ああ、でも、あ、なるほどね。でかいからね、195バットだから。いや、しかも、やばいよ、これ、筋肉がここで一発目でね、男性ライバー上げられるのがゆいかのいいところだよね。いや、これ私、この質問のおかげでちょっとギルザレンの魅力に気づいてきたかもしれんそれこそデビーとかね。あー、ほんほんほん、ほわほわ系、ほわほわね。でも抱きしめられるよりは抱きしめるだよな、デビーは。あ、そう、デビーは私を抱きしめられないか顔抱きしめることになるかもしれない顔にまとわりつく。臭いよ、臭いほんといつも臭いんだから、あやつ臭い抱きしめら…いやでもひまちゃんかな。あー、ひまちゃんはいいよ。ひまわりいいよね。ひまちゃんはいい。ひまわりね、ずっとなんかさ、なんか肌気持ちよくない？ひまわりの肌。わかる。なんか吸い付くよね、プニプニのね。そう、わかるよ、すごい。ずっとくっついちゃうもん、ひまわりと。いや、しかも絶対いい匂いだから。いや、いい匂いだよ。うん、確かにひまわりいいね。あり、一回抱きしめてほしいね。抱きしめたことないんだ、まだ。あー、まだない。ちょっと一回行ってみてほしいな。抱きしめてもらっていい？泣いてもらっていいですか？でもそれやるなら配信でやってほしいな。初抱きは配信でやってくれ。一回ちょっとお願いしたい。どうしよっかな。またここで新たなカップリングが生まれてるからね、ギルシーっていう。ギルシー。あー、ここで作るべきなのか、今。そう、今作るべきだよ、新しいカップリング。じゃあじゃあ新しいの言っていい？いいよ。力士です。